朝虎に気の勝っています。今日は雨ですね。しかも結構な雨ですね。なんかいい降りしてますよ。今日は名古屋の港から積むんですけど、なんか中部方面の方は結構午前中から割と強い雨が降るみたいな予報が出てたんで、ちょっと今日はね、気をつけて走りたいと思います。ほんとね、雨降り滑るんですよ。これ僕ね、あのトレーラーって単車の時にね、低小四軸と10輪乗ってたことあるんですけど、引きずりを。あれも結構ね、やっぱ滑るには滑るんですけど、このトレーラー乗ったらこんなに滑るもんかっていう、びっくりでしたね。雨降りのね、ほんとこの滑る感じがこんなに滑るんだと思って、まあ、トレーラーがね、なんか弱いとは聞いてたんですけど、まあ言ってもそんなね、そんなことないでしょうみたいな感じで思ってたんですけど、いやいや、これはね、弱いですよ。どっちかっていうと、なんかこのやっぱ軸の部分がすごい滑る感じします。空車の時ですけど、もう加速の時も空転するし、減速するとね、やっぱ荷重抜けちゃってすぐあの ABS とか効いちゃうし、ほんとなんか雨降りは気をつけないかんなと思いますね、トレーラーね。まあ、どの車でも同じことですけど、なんか一段と気をつけなきゃいけないんだろうなっていう感じですね。さすが朝やね、何にも喋れてないもんね。ねえ。朝じゃなくても喋れてねえか。ねえ。ちょっと右側におろうか、これね。水をすごい跳ねちゃうね、これね。歩行者に水がすごい飛んでっちゃうわ。よし、とりあえず気をつけてね、とりあえず名古屋方面走っていきたいと思います。あ、そうだ、どっかでサービスエリアかパーキングへ寄って、ちょっと荷台の片付けもしなきゃいけないですね。本当今の卸先ね、両方でこうブワーって一気にね、荷物取ってってくれるんで、もう片付け追いつかないんですよ。とりあえずもう緩衝材とかもうバーってこう、とりあえずこう積んどくだけで、もうくしゃくしゃにならない、なんかここ束ねとくだけで全然揃えることができずに、もうなんかダダダダって感じで終わってくんで、もう荷台がガチャガチャなんですよね。前のとこはこう片方ずつ下ろしてってたんで、なんかこう片付けながら最後下ろした時に全部なんかこう片付いて終わりみたいな感じだったんですけど、今のところはこう一気にグワーってやるんで、もう下ろすには早いんですけど、すごい片付けまではちょっと僕が追いつかないですね。でもやっぱこうバーッと早く下ろしてもらえるのはやっぱりありがたいですね。雨がすごすぎて
これ荷台片付けるのにもうベタベタになっちゃう感じですよね、ほんと。すげえ降ってるもん。でもどっかでね、片付けなきゃいけないんで。次のパーキングに寄ろうかな。掛川かな、掛川寄ろうかなと思ってます。嫌だなこんなに降ってる。ちょっとね、一瞬ふわって山かな山か とりあえずね、すごい降ってるんで、ちょっとね気をつけて走っていきたいと思います。じゃあちょっとね、片付けていきたいと思います。降ってます、結構。もう絶対ベタベタになるやつです。ねえ、でも仕方ないんで、ちょっと行ってきます。雨はめちゃくちゃ降ってるんですけどね。あとどうかな、あと60キロぐらいか。午前中行けるかな、どうかなってとこですね。静かですけど、もうすごい打ちつける音が。積み込みの時にね、雨少し止んでくれたら嬉しいんですけどね。やまんくてもゆるね、ゆるく弱くなってくれればいいですけどね。じゃあね、とりあえずちょっとそんな感じでね、気をつけてまだまだ走っていきたいと思います。あと1時間ぐらいかな。走ってきます。風がすごいですね、ここ。めちゃめちゃ風が強い。怖いですね、本当怖い、風強いとこって。
じゃあね、ちょっと積みの方にね行ってこようと思います。なんとか午前中で積みたいなってとこですけど、よいしょ、ちょっと行ってきます。もうすんなりね積み上がって、今ちょっとね430だけね開けようと思って、しまっとった430だけ開けようと思ってね、ちょっと休憩してます。じゃあ休憩してからね立ち上がろうと思います。今日も金曜日なんで、これ積み置きで時間が来たら帰ろうかと思います。よしよし、じゃあ立ち上がりましょう。まあ、とりあえず雨降ってるんでね、気をつけて帰りたいと思います。今日はちょっとね、いつもよりちょっと後ろめにちょっと積んでみたんですよ。どうかなと思って、乗り心地どのぐらい変わるかなと思って、ちょっとね後ろめに積んできてみました。どうだろうね、ちょっと後ろすぎたかな。それでもやっぱ後ろにしてるとね、乗り心地はやっぱりいいですね。まあでもやっぱ乗ってる感じはこのぐらいの方が乗り心地はいいのかな。ちょっとなんか加速の時になんかしゃくられる感がすごいあるなって感じがするんですけどね。やっぱ僕的にはあれかな、もう少しフロントになんかかかっとった方がなんか運転しやすいかなって感じがしますけど、この重量のバランスっていうのもなんか本当ね、なんか難しいですよね。まあ、悪くはないけどね、乗っとる感じ。よし、じゃあね、とりあえず走っていきます。